ご紹介に預かりましたイノシシ年生まれの杉山と申します。よろしくお願いいたします。で、まず私からはですね、簡単に、お三方のご報告の前座のような形で、この十二支候のイノシシと言うべきか豚と言うべきか、ここにどういうことが書かれているのか、また、書かれた背景にはどういったことがあるのかというような、論法をめぐる基本的な情報、周辺の情報を簡単にご説明するということをさせていただこうと思う次第です。で、まず初めになんですが、論考の内容ですね。で、そもそも十二支候というのは皆さんよく名前はご存知かと思いますが、大正期に執筆された十二支の動物の民族や伝説を扱った論考群のことでして、南方熊楠の代表的な著作として知られているものです。で、1914年、大正3年に総合雑誌太陽に虎に関する論考が発表されて以来、毎年、恒例のようにですね、掲載されていったのですが、実は最後になったのがこのイノシシ、というべきか豚というべきかの論考なんですけれども、で、翌年のネズミの論考も執筆はしたんですが、執筆したもののその編集方針の変更によって太陽には掲載されず、さらに翌年の牛の話については執筆自体されていないというものでございます。で、この論考の内容とかの概要に入る前にですね、この企画毎年恒例で、輪読と十二支候輪読とあるので、これは気合を入れて読まなければと思いまして、精読しようと思ったんですけど、勢い余ってですね、現代語訳をし始めてしまいました。で、それで、現代語訳、この、イノシシの論考全文について、行いまして、それで、定本はこちらにある皆方が持っていた本で、仲介ではですね、伏せ字の分析もするという、内容となっておりまして、今電子出版という形なんですけれども、Kindle 版、これ、皆さんのお手元のですね、スマートフォンであるとか、パソコンであるとかからアプリケーションをダウンロードしていただければ、どなたでもお茶の間で、読んでいただけるというものになってますので、もし気が向きましたらですね、250円プラス税別というふうになってますので、お手に取っていただければ幸いでございますと。で、その現代語訳の中ではですね、本来その論考自体にはついていないんですが、込み出しをつけてみました。大まかな内容ごとに込み出しをつけてみました。これによって大体この論考でそれぞれどういうことが書かれているかということが伺えるかと思いまして、その一覧をですね、1ページのイノシシに関する民族と伝説構成というところに一覧を載せておきました。丸1、丸2、丸3、丸4とありますけれども、この論考は4回に分けて大正12年に刊行されたため、それぞれ分けて元の形を残した形で現在語訳しています。で、それぞれ見出しのところにですね、せっかくなので、印をつけておきました。黒塗りの三角は大体このイノシシとか豚の話に、関する話、白抜きの三角についてはテーマから脱線しきっている話というふうに見なせる部分でございます。ざっとご覧いただくとお分かりいただけるかと思うんですが、白抜きの、その三角というものがだんだんですね、3つ目の論考、4つ目の論考、4つ目の論考はほとんどイノシシ関係ないんじゃないかというぐらい、ですね、白抜きのものになっていて、いろんな話がですね、展開されているということになるかと思います。で、いろんな話展開されている中でですね、これ私も今脱線しますけれども、今回、講演の講演会のタイトルにしたいのはですね、古今東西イノコとキノコ、イノコとキノコとかけてるんですかね、ダジャレなんですけどね、何がキノコかと申しますと、この論考ではトリュフについての記述があるんです。南方さんはその、
まあ、キノコの研究したんだってことで、まあ、よく知られてるわけですけど、意外にこの、キノコの研究やあるいは説話についての論考というものをきちんと、書いていない、あまり書かれていないんですけども、このイノシシの論考では言及があるので、まあ、あえてキノコも取り上げようということで、まあ後で折原さんからお話があるかと思うんですが、で、ついでなので先ほどご紹介ありましたけど、フランスに行ってきてですね、まあ、せっかくのでちょっとトリュフ買ってきて、いや皆さんに食べさせようという話ではなくて、ご覧いただいて楽しんでいただこうと、1個はですねスライスしたやつで断面がよく見えます。もう一つが丸のままの大物で、後でまた、折原さんから説明あると思いますが、ひとまず回していただいて、帰ってくることにこの頃になくなってるということがないように、まあ、お願いしたいところでございますが、まあ、ゆっくりご覧いただきながら、はい、あ、封開けてないでしょ、はい、開けたらバレてしまいますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、脱線してしまいましたが、で、この今構成ご覧いただいたわけですけれども、今のトリュフのやつは3のところに出てますね。で、この内容について私なりの見解、いろいろこれ現代語訳してて思うところたくさんあるんですけども、2点だけちょっと申し上げようと思います。2ページ目のところなんですけれども、参考の1があります。文章表現にかけては、かの人ほど自由自在な人はかつて見ないのだな。これは柳田邦夫の南方に関する表ですけれども、その代わりに詳しく、少しく脱線が多すぎことに下がかった話を突骨として、出してくるのが好きであった、これは局面の展開に有効だったが、同時にここばかり、印象が濃くなって全体の筋をはぐらかすという兵も多かったと。まさに、まあ、構成をご覧いただくと、まあ、この指摘は該当しうるものであろうかなというのが一つ目の、指摘でございます。やっぱり脱線がものすごく多いですね。で、2点目がですね、皆さん食事はお済ませでしょうか。まあ、あまり綺麗な話ではないんですけれども、この論考では豚とイノシシが取り上げられております。で、参考の2をご覧いただきたいんですが、中野美代子氏の論考にですね、豚について、豚という動物は古くから中国人と深い因縁を持っていた、食肉用としてはもちろんであるが、豚を飼育する試験、すなわち豚小屋なるもの、皮屋の落とし穴と直結しているものが多いと、いるのが多いと。今日でも中国の農村部に行けば、この種の皮屋兼豚小屋はいくらでも見られる。つまり彼らは人間のうんこを食べて皮屋を清掃しつつ成長しと、この随分美しい漢字表記もあるものだなと思うわけですけれども、まあ、こういうことをしている動物なんですね。で、これは私からすると、しかし人間と、それから人間と動物との関係性を考える上で、非常に重要な点であると思うんですけども、これが南方のこの論考では全然書かれてないんです。ところが参考の3をご覧ください。イノシシの話、これは室新報に同じ年に念頭に、同じ材料をおそらく使って、書かれた、まあ、江戸に関する話、まあ、これは、平凡社の全集にも、権限者版の全集にも載っていないので、今からすれば知られざる、十二支考とでも言うべきものなんですけれども、こちらの方でですね、しかるに豚は何となく野鳥ほどに召喚されず、第一インドには豚をクソで飼う習いとて仏教に不浄物としていいんだのでと、いうことがしっかり書かれているわけなんです。で、実は今これと同じような話を昨年もしたんです。私、年頭早々ですね、うんこの話ばっかりしてるんですけども、下手すると、たまでの人には私はうんこの話をする人だっていう認識が定着してるんじゃないかと思うんですが、ともあれですね、昨年なぜか、まあ、手伝ってくださいということで、犬の論考についてのお手伝いもさせていただいて、参考の4のところに私が執筆したものパネルですねを載せておきました。
全近代にはですね、やっぱり犬も防戦引きましたけども、人のクソを食べてクソをする存在と、排泄物をよく食べる存在として、捉えられることが多いんです。しかしながら、この皆方は犬のその、論考においてもこのことについて言及していない。ただし参考語を見ますと、この同じ年に書かれている、これは室新法の方に書かれたものですけれども、今日といえどもと、犬がクソや諸々の不浄物を食い尽くすをもって、これを不浄物とし、ということが、犬についてしっかり書かれていると、つまり室新法ではうんこのことを書いているんですけれども、太陽の方では書いてないと。もしかするとこれはまあ皆方なりにその媒体によって、どこに掲載するかによって書き分けのような意識が働いていた可能性も考えていいんではないかなと思った次第です。はい、うんこの話はひとまず置いておきまして、タイトルに掲げました本題の方に移ってまいります。3ページの2のところですね、執筆背景ということ。論考はですね、1922年、大正11年12月初めに博文館から送られてきた、電信イノシシの原稿早く送れを読むことから書き始められているわけですが、原稿を意味した原稿を、まあ、握り拳と原稿と返して、難解な解釈を繰り広げたものの、妻の松江、からはこれは単に原稿を早く送れということだと指摘されたので、これによって書かなきゃと初めて気がついて慌てて執筆に取り掛かったよというところから書き始められています。この電信というのはおそらく日記を見てみますと、同月の4月付の、ところにある太陽の編集者、浅田彦一電信一がそれであろうと。熊楠がこの頃執筆のことを本当に忘れていたのかというと、実際はどうも違いそうであります。この電信の前の時期ですね、11月の段階で、30日付で、小畔四郎宛てにはですね、小生明日より、太陽の新年号への、イノシシのことを書かざるべからずと、これを報酬3、40円にて、小生に何たる益なきも毎年書ききたりしこと、ゆえ、何とぞ続けたしと前方の申し出にこれあり候ということが書かれています。すなわち電信を受ける数日前に猪年のイノシシのことを書かざるべからずと意識されている。また、毎年書いてきているものなので引き続き書いてほしいという申し出が太陽の編集側からあったとも言っています。イノシシの話、室新法の方に出た方ですけれども、これによると先日博文館の編集連から寄付金を受け取った。実はこの論考を書く前年には植物学研究所を設立するために寄付金集めをしに東京に行っているわけですけれども、この際いろんな人に会って寄付金を受けている。その中に博文館からも受けている。それゆえかかからざるべからずという認識で執筆が捉えられている。したがって忘れようもないだろうというのが実情であったろうと。それをまああえて忘れたかのようにして面白おかしく書いているのだと。で、加えてこの段階では熊楠にとって十二支考の執筆何らの利益もないとされているわけですが、この認識が実はだんだん、月を追うごとにですね変異していきます。これ引用を読みますと、太陽の原稿、小生和歌山のぼり不在中の妻子の食料を、家庭より、送りこざるよし、なるべくこの原稿料にて賄わんと存じそるに、数日かかるうんぬんと、ようなことを書いておりますが、この時期ですね、弟の常靴からの金銭的な援助が滞るようになっています。宮方の一家、熊楠一家は困窮するに至った次第で、論考での饒舌とは裏腹にですね、宮方はかなり厳しい現実に直面していたと言えそうです。このために原稿欲がだんだんですね、切実に必要なものとなっていったようであります。
で、こうした家庭事情に迫られつつ書き上げたものですが、結果的に書き上がったものは、小生は太陽に約束のイノシシの話をできるだけ面白く書きたるであるとか、面白く書き立ておきたり、というような自己評価のものに、なっていったというような、ことがあったようです。続いて3、ですけれども、時代背景ということに、簡単に触れておきたいと思います。水方のその十二支行の論考を、ざーっと見て、ですね、この今回のイノシシと比較すると、どうもこのイノシシの論考は、階層が多いような印象というか、やっぱり多いです。階層が多いです。で、いろんな人物の名前が出てくるんです。これについても、まあ、現代語訳の方で、詳しくは検討したんですが、その中の何人かをピックアップしたのがこの一覧にしてあるところでございますが、でそれぞれですね、どうもこの年に、いろいろ水方周辺でないし、まあ、この時代ゆえに、話題になった人物が多いように、見受けられます。まずこれ、四角が一番上のところを書いてありますけれども、これ黒塗りのところはこの論考を書く前年に東京などで会う、あるいは、文通が再開したとか、東京に行って、活動したことが原因となって、交流が あった人物でございまして、佐藤虎次郎であるとか、彼とは、まあ、文通の再開なんですけども、東京に行って彼の所在を知った、蒲田栄一についても直接会っている、今谷についても直接会っているというようなことがあって、この執筆と関わっている、まあ、直接会ったから、まあ、東京の人たちも読むだろうからというような意識もあったかもしれないですし、まあ、そうした水方個人の時期の問題と関わりがありそうである。それと土井放流、4ページ目ですけれども、彼はこの年の1月に亡くなっている、わけであります。それから外交官などの名前もいろいろ出てるんですけれども、その年に亡くなっていたり、あるいは、仕事を終えて戻ってきたりということで、世の中で話題になっていたことがあり、まあ、こうした時代性をよく反映したのがこの論考である、と言えそうであります。というところまでで、ひとまず私の話は終わりました。で、続けてそのまま、加藤さんの方に話を移って、まいりたいと思います。